こんにちは、チームハロンズです。この動画は、米国以外の経済指標におけるエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は8月8日、日本時間21時に発表されるメキシコの4月 CPI、消費者物価指数です。CPI は商品とサービスの価格変動を測定した指標で、インフレ動向を確認する重要な指標です。今回は、CPI が発表されて7時間後に中銀の金融政策会合の結果が公表されますので、インフレ動向次第では政策会合の行方に影響を及ぼす危険もあり、CPI の結果が注目されます。 これは、メキシコの CPI、交流利上げ高、ドルメキシコペソの推移を示しています。3月にリサレされ、同国の消費は一時、持ち直したもののすぐさま失速。累積的な利上げにより、経済活動が抑制気味となっています。また、コア CPI も低下基調が続いており、需要鈍化が意識される部分はあります。しかし、メキシコペソの下落基調が続く中で、総合 CPI は6月にインフレ加速を示し、物価高への警戒を高める部分もあり、物価に対してはやや不透明な状況になっています。 こちらは、メキシコの7月 CPI、総合とコアの前年比に対するエコノミストの予想分布です。総合は5.53%、コアは4.02%と、前回と同様に総合は前月からインフレが加速する一方、コアは前月からインフレが鈍化するとみられています。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から口座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の口座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点、 3000円と合わせて5000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万5000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、小発表後の1コペソ円の変化率を6時間先まで示したチャートです。通常は5000ほどの値動きに止まるケースが多いようです。ただし、56%ほど進んでいる利下げ売り込みが結果を受けてさらに進展するのか、 それとも剥落するのかによって、メキシコペソの深刻が大きくなると思われ、荒いに動くとなる可能性があります。最後に、番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ご意見、ご要望がありましたら、コメント欄にご記入ください。本日はご視聴ありがとうございました。